炎比屋、ブオンタケ、石門、石門広報にある森炎比屋、ブオンタケは16世紀の琉球王国、正神王時代の歌記で沖縄県那覇市首里回し町一丁目に位置する。沖縄県指定史跡、石門の背後にある森が炎飛屋ブ歌記である。この歌記は国王が各地を巡行する旅に出る際必ず、拝礼した場所であり、また、 聞こえの大君が就任するときにまず最初に拝礼した、いわば国家の聖地だった。王家直しゆかりの島である、伊平屋島の神、他の上のその日やぶを勘定し、祀っている。もともとは、今よりも広範な森であったが、現在では小学校の敷地となっている部分もあり、残されているのは一部である。首里城寛会門と、首礼門との間にある、その日や、 武恩武関門がこの歌木の礼拝書である。演劇や武恩武関門は、1519年に、第二直し王党第三大王の昇進の時に、作られた。親家赤八の乱で、王府軍が八重山へ出兵した際に、将の一人であった大里親方に見込まれ、首里に連れてこられた、西津津美により創建されたという。 1933年1月23日旧国宝に指定されたが沖縄戦の戦火によって王城などと共に荒廃し指定解除。1957年に復元され、さらにその後旧石門の残血を再利用して修復作業が行われた。現在の石門を注意深く見てみると明らかに摩耗の度合いが異なる部分があるのはこのためである。塩 ブオンタケ関門は1972年に改めて国の重要文化財に指定され、2000年11月、首里城跡などと共に、琉球王国のグスク及び関連遺産群としてユネスコの世界遺産にも登録された。また、西みによって作られた竹富島の国中宴は、塩比やブオンタケの神を勘定した宴である。ありがとうございます。